Hey everyone, this is Nitro. So I'm continuing to work my way through the time rift. Today I will be doing 15.5, Angelina's Sorrowful Determination. After defeating Ivar, the group is attacked by Kakonsa's troops while en route to the capital. They are Shafaniel's troops. So feats here are win the battle from 10 turns and defeat Shafaniel with Angelina. Interesting. Let's begin. Time for another extremely long cutscene, I presume. Hi! Masaka Renchu mo warewore ga Gizarov ni scouto sarete iru to wa omowanakatta de shou. Kore o ki ni motto ii jouken wo dasasete yaru. Oh, Serena shogun, ii tokoro e kita na.あのバカどもの追撃はどうなっておるか。いえ、まだ。まだ出撃しておらんかったのか、このバカ者が。しかし、提督が行方知れずとなるなど、思いのほか。減らず愚痴など聞きたくない。さっさと出撃するのだ。いいな。引き伸ばすことはできないか。提督、あなたは一体どこへ。どうしたんだ、こんなところで兵を止めさせて。敵はまだ先ではないか。いいえ、あなたの隊はここで一時待機していただきたい。城を立つ前に放った石膏が何らかの情報を持ってやってくるでしょう。私の読みが正しければ、おそらく。ただいま戻りました。ご苦労。それでどうでした。はい、ヴィラー提督のおっしゃる通り、側面からも敵の部隊が迫っております。このままでは攻撃される恐れがございます。ということです。よろしくお願いしますよ。ウィラー提督か、なかなかの男だな。よし、あと少しで目的地に着くぞ。はっ、ランフォード様。前方に敵兵が待ち伏せております。あれはクルーガー将軍です。この不利な地形をあえて進んでくると読んでいたのか。まるでギザロフ側にもあの男がいるようだな。だがここまで来た以上やるしかない。クルーガーを倒し連中の本体を攻撃する。よし、まずはランフォードを撃つ。行くぞ。おお。アイバーか、どの面を下げて戻ってきた。The clown returns。申し訳ありません、ギザロフ様。いい感触を得ていたのですが、思わぬ邪魔が入り。し損じてしまいました。言い訳など聞きたくもない。殺されたくなければすぐにこの場から出て行け。お待ちください、ギザロフ様。実は耳寄りな情報を持ってまいりました。なんだ。実はジェシカという女魔術師、どうもカコンシス側のスパイではないかという噂があるのです。おお、わしにはそうは思えぬが。私の情報力は確かです。
信じて損はありません。カコンシス王の元にいた時、ここにスパイを送り込んでいるという話を聞いたことがあります。せめて監視くらいはつけた方がよろしいかと。わかった。もう下がれ、今回だけは許してやろう。はは。このアイバー、身を粉にしてギザロフ様のために働かせていただきます。直にカコンシス王が来るはずだ。その交渉をお前に任せよう。お任せください。仕掛けのプロであるこの私は交渉能力も天才的です。必ずやギザロフ様をご満足させてみせましょう。いい感触を得ましたよ。ボーゼル様から聞いた情報と私の演技力のおかげで無事に城に残れました。あとはボーゼル様の任務を果たすのみ。シェルファニール姫、出撃の用意が整いました。ありがとう、セレナ将軍。早速出撃しましょうか。しかし、姫までが出撃する必要は。The absurdity of all of this. ミラー提督がいなくなった今、残った指揮官はブルーノ将軍と私だけ。And Serena is not a general? このところブルーノ将軍は、お父様とうまくやっているみたいだから、このまま護衛をしてもらいます。そうなると、今動けるのは私だけ。So Serena can't lead the army? Has to be Shafinio? そういえば、アンジェリナ姫のお姿が見えませんが。アンジェリナは、私が逃がしました。逃がした？将軍はアンジェリナがいつも身につけているペンダントをご存知かしら。あ、はい。前にアンジェリナが言っていました。これは初恋の人が落としていったものだって。きっとランディウスさんのものでしょう。彼がそう言ったのですか？アンジェリナを見ていればわかります。あの子、嘘がつけないから。姫、ひょっとして姫は。さあセレナ将軍、そろそろ出発しましょう。いつまでも油を売っていると、またお父様に怒鳴られますわよ。 Again, why hasn't anyone removed King Kakonsis from power? 各隊、配置についたか? All these incredibly competent people obeying one utterly incompetent king. あとは彼らが現れるのを待つだけですね。いくらお父様の命令でも、彼らと戦わなくてはならないなんて。Makes no sense whatsoever. こんな時、提督だったらどうしたでしょう。仕方ありません。私たちは自分のできることをしましょう。現れたか。なんだこりゃ。なんだこりゃ。おお、シェルファニール姫。Oh God. 私を心配していただけたのですね。No, she's here to kill you. 姫自らお迎えに来ていただけるとは、このリッキー、なんたる幸せ。
Please launch an attack already, Shafino. なんだか物騒な感じがするけどね。そうだな。どことなく妙な雰囲気だ。Still smart. おい、これはどういうことだ。カコンシス王の命によりあなた方を成敗します。我々を成敗する？どういう理由かわからねえが戦うしかないぜ、こりゃ。仕方ない、とりあえず追い込んでから理由を聞き出そう。Alright, so let's double check the feats one last time. You can deploy four heroes, and I guess Angelina will join later on. So for now, there's only, I guess there are three ranged attackers. So that's not very many, but you never know if they're going to spawn reinforcements, right?So for now, I guess I'll just keep Landius. Treasure is over there. So Landius, Tieris, I guess Luna. That should do it. And I guess I'll throw in Lyanna, because Lyanna has a summon. Or I can summon with Lena. Both are possible. But since my Lena does not yet have access to her...3C, I'll just use Lyanna. Alright. So here we go. Oh, I should have brought Gospel. カコンシス王は本気で我々を潰す気のようだ。 That was careless. 砦を攻めさせておいてこういうことをするとはな、あまりにも卑劣すぎる。同盟に反対した腹いせだな。器量の小さい男だぜ。まったくよ。あの王のために愛しのシェルファニール姫と戦うことになろうとは。みんな、もっと頑張れ。準備完了。Ah, and I forgot to bring a faction buff on Shafiniel too. はい。Oh my god, what a mess. Okay, whatever. これが私の信じる心です。We'll make do.How much else I can do better than that? So let's have Luna. Wingard Realm. Two tiles further down. Then turn. This allows them to charge all the way up. And like this.What a mess. Seriously. もっと頑張れ。え？戦いはまだ終わっていない。油断するな。俺に力を貸してくれ。はい。Have Lyanna start running south. And the Sky Archer head towards the treasure.Tieris can, I guess. She's just gonna move up. Because I don't think there's a point in Miracle in that. 準備完了. And we might need to support. ...65 hit points. Just a tiny bit off.戦いはまだ終わっていない。油断するな。はい。Lyanna starts things off, grabbing the treasure with the summon. And the treasure is 200,000 gold.
戦いはまだ終わっていない。準備完了。If possible, I'd like to not trigger this guy, but guess I'll have to place Luna here. 準備完了。みんな、もっと頑張れ。 So, if I remove Landius here, that didn't work, because that triggers him. Oh well, too late. Whatever, that's fine.まだ終わらないよ。ルーラ。やめて、姉さん。ええ、アンジェリーナ少佐。アンジェリナ。やっぱり間違えているわよ。どうして彼らと戦わなくちゃいけないの？それはお父様の言いつけだから。王の命令を守らなくては軍の規律が乱れてしまいますわ。誰かがやらなければならないことなのです。すぐにこの場を離れなさい、アンジェリナ。今ならば見逃しましょう。姉さん。ヤイクス。Over and over again, that translation. Interesting. I guess with all the soldiers alive, I was able to actually kill off the fire general.After that first attack, I don't have all my soldiers alive. And a large part of that is because I also don't have a faction buff, right? So it's definitely making this battle harder. Not having that faction buff for Tiaris affecting the amount of healing I'm getting. アンジェリナ姫がシェルファニール姫と口論しているとは、我々が城にいない間に一体何があったのか。私はどうすればいいの。仕方ありませんわね、アンジェリナ。あなたを敵として攻撃します。そんな、心苦しいが仕方ありません。全力で行きますよ。姫がどこまで腕を上げたか見せていただきます。やるしかないの。戦うしかないのね。いくらお父様の命令とはいえ、間違っている者には従えないわ。私は彼らの味方につくわ。バカな。なぜ姉妹で戦う必要があるんだ。すべてはカコン思想王の命令が原因のようだな。あの野郎、狂ってやがる。戦いはまだ終わっていない。油断するな。All right. So, 行動スタート。ごめんよ。All of these would really kill themselves. Landius will have guard still. Let's just attack and crush one of these aquatic generals to start. That frees up. Angelina!And すぐに出撃する。
The thing is...私を怒らせたわね。Angelina, title search, すぐに出撃する。forward. And strike down the mage. みんな、もっと頑張れ。 Then Landius can just charge forward and attack, I guess. はい。Could also act again. 人、Luna. 思考、そしてみんな、もっと頑張れ。 Yeah, let's just have Landius do that. もう準備完了。 Luna is going to Raging Thunder Strike for sure. そうだ、準備完了。 So, let's go for it. Back off.And finally, let's go to Miracle Up everyone here. Looks like Leaden would have been a better choice. Doesn't seem like there's any reinforcements for the enemy.Finally split up. Oh! Shafino used cleanse instead of her AoE attack. That was a random luck element for sure. That favors me a lot. Because with that, right, I can easily have Angelina defeat Shafino. Angelina, it's them. Oh, that's no bum. Come here. So, first, let's just range attack Serena. Level 1.Angelina, just single target strike down Shafino, just like that. Makete shimaimashita wa. Ato wo omakase shimasu. Okizukai, arigatou gozaimasu. I mean, if she tossed an AoE, I would probably have Luna attack first, then Angelina finish. Sa.あとは私がお相手します。Something like that. もうやめるんだ。これ以上戦うのは無駄だ。私もそう思うのですが、王の命令なので、そうもいきません。ならばあのような王の命令など、無視すればいいではありませんか。もし私もカコンシス軍を捨てたら、誰が軍隊の指揮を取りますか。王はともかく、姫たちと王妃様、そして国民を、この私が守らなければならないのです。だが俺たちだって、そんな理不尽な理由でやられるつもりはない。こうなったら、やるしかない。みんな、もっと頑張れ。言うだけ無駄だ。これを食らえ。ファッションパフォーマンス。Attack. 準備完了。And I'm just gonna single target strike here. Only 4,000 damage. I don't know how I'm gonna kill her. もっと頑張れ。Because I don't actually have a magic attacker. At least not a good one. ご命令を。Would be okay if they had higher intelligence, but surprisingly they're not doing any real damage to her. I'd have thought I would do more than this, given her 651 ins. もう私の番? Anyways.行動スタート。Well, what can you do? もう私の番? Guess I'm just going to attack Lesson Luna. まだ終わらないよ!
戦い準備完了。 And Windguard Realm? 一人も逃しません。消えなさい。行動スタート。 Raging Thunderstrike?みんな、もっと頑張れ。アクティベイガード。俺に力を貸してくれ。アンジェリナ、いつでも行けます。アンジェリナ、いつでも行けます。アクティベイツ・ロンリー・ムーン。Going to definitely attack again. That might actually kill her, though. Well, let's give it a shot.Oh no, that worked. さすがにやるな。だが、まだ。やっと終わったな。しかし、カコン思想が我々に攻撃を仕掛けるように命令したのか。ごめんなさい。お父様は反対されると。すぐに頭に血が昇るのだから逆らうやつは殺せって。でもいくらお父様が王でもやっていいことと悪いことがあるわ。Yeah, if there's a king like that, probably would have been killed a long time ago. 聞いてやってもいい。だけどまさかあなたたちを殺せなんて、そんな命令は聞けないもの。 So she's followed orders to kill other people before this?だから城を抜け出したの。あなたたちを助けるために。ありがとう、アンジェリナ。こうなると姉上のことが心配だ。あの王のことです。無事でいればよいのだが。そうだな。急いでレイチェルを取り戻しに行こう。ところで、そのレイチェルってのは誰だい？ああ、レイチェルは俺の妹なんだ。妹ね。あんたにはよっぽど大切な存在なのね。That is important that you will be, Listel. 身内が大事だとは思わないのか。ごめんよ。あたいらには身内とか、そういった意識が薄くてさ。もっと人間を勉強するよ。確かに種族が違えば価値観が違うのも当たり前だな。人間のことでわからないことがあったら遠慮なく聞いてくれよ。ありがとう。やっぱりあんたって優しいんだね。とにかく先を急ごう。 Building up his harem。 実は我が国はギザロフ殿の味方をすることに決めた。あの王子はケチでいかん。そうですか。そうですか。こちらとしてもその申し出はありがたいです。そこで約束の領地の件だが、確か倍の領地をいただけると。ええ、それはもういい感触を得てますから。そうかそうか。ではギザロフ殿によろしく伝えてくれ。それでは私はこれで。どうだブルーノ、これで我が国は安泰だ。お見事です、カコン思想。よし、俺たちも国へ戻るか。はっ。クルーガー将軍、戦況はどうなりました？ランフォード将軍が退却していったぞ。そうですか。さすがですね。こちらこそ、噂通りの手紙拝見させていただいた。お返しと言ってはなんだが、
今度は私の策をご披露しよう。提督は城へ戻り、守りを固めていてくれ。まあ、それは構いませんが。行くぞ！我に続け！では、我々は城まで戻るとしましょうか。私は一体何をしているのだろう。He only questions himself now. 敵であるギザルフのために策を練っているとは。このままいつまでもギザルフの脅しに屈してたまるか。だが、これで少し時間ができた。今のうちにあの子たちがどこにいるのか調べてみるとしよう。ウィラー提督の他にカコンシス王国も取り込んだ。これでフレデリック側はかなりの手駒をなくしたわけだ。さて、一体いつまで持つかな。ギザロフ様、折り入ってお願いがあります。なんだ。あなたの持つ賢者の水晶を返していただきたいのです。なんだと。水晶を返す。あれは人間界にあってはならないもの。天界で保管しなければならないのです。女、何を言っている。あれは200年前の災いを封じたもの。その後は光の女神の住む天界で保管されてきましたが、力を欲した邪神によりいずこかへ持ち去られ隠されてしまいました。その後どのような手段を使ってその存在を知ったのか、今はあなたの手にありますね。私は女神ルシリスの命によりその水晶を回収に来ました。And she just admits all of this to Gizeroth. 天界から探しに来たというのか。面白いこと言うな、女よ。だがもしその話が本当だとしても、やっと手に入れた水晶をお前などに渡すと思ったか。やむを得ません。実力行使しかないようですね。暗黒を出しなさい。わしに手を挙げるとは命知らずな女よ。超越した力は誰にも止められぬ。負けるわけには。うるさい休み、殺せろ。貴様、アイバー。賢者の水晶はこの天才魔軍師アイバー様が確かにいただきましたよ。まさかこんなことになるなんて。Feat number one, feat number two, and on to the next battle. Thanks for watching, everyone. Oh, actually, also some more rewards. Two more Trinity vouchers, two more Re-Enchant gift packs, 60 Trinity crystals. But that will be it for now. So, two more battles to go. But yes, thanks for watching for now. And on that note, Nitro out.